E 0 4号線は、スウェーデン及びフィンランドにある道路、欧州自動車道路の A クラス規格の道路である。道路の総延長は 1590km。スウェーデン南部のデンマークとの国境付近の町、ヘルシンボリが起点で、ここから主にバルト海に沿いながら、スカンディナビア半島東部を北上する。途中の町へぶれまでは、ほとんどが高速道路として整備されているが、 エブレイ北は道路の幅及び車線数が場所によってまちまちとなる。スウェーデンとフィンランドの国境を越えて両国の国境付近にあるフィンランド側の町トルニオンが終点である。道路の大部分がスウェーデン領内にあり、フィンランド国内を走る E4 号線の長さは800メートルほどである。スウェーデン国内では西海岸の一部地域と北部を除く大半の地域に 接続し、また首都ストックホルムをはじめとした、多数の都市を経由するため、交通量は多い。南端のヘルシンボリでは、E55 号線に接続し、また、北部のマチルレオで E10 号線に、北端のトルニオで E08 号線に接続する。経由地に関してはお参照。この道路は当初、現在の南端であるヘルシンボリから、ギリシャのカラマタを結んでいる。 E55 号線の一部として計画されていた。しかし、E55 号線としてこの道路を開通させた場合、E55 号線の総延長が長くなりすぎてしまうことや、スウェーデン国民が別の道路として扱われることを望んだことから、現在の E4 号線という名称については、E55 号線の一部区間の名称として扱われている。AB、ヨーロピアン。 アグリーメントオンメインターナショナルトラフィックアートリーズアンイース2017年10月6日閲覧ヘルシンボリー北が含まれていない現状でも E55 号線の総延長は 4400km あるありがとうございます